みだね。頑張るわね。任せておいて。よろしく頼むわ。これで下に降りられるわね。あ、鍵が入ってるよ。何の鍵なんでしょう。どこかのダンジョンの鍵かしら。鍵がかかってますね。さっき気流を止めた時に宝箱の中に鍵が入ってたよね。あれを使うんじゃないかな。ああ、やってみるよ。開いた。それじゃあ中に入ってみよう。
先に進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。オッケー、頑張ろうね。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。さあ、これで決める。せい、これで決める。奥の扉が開いた。宝箱があるかもよ。お宝ゲット。ん？なんだろうこれ。パズルみたいだけど、何かの部品なのかな。ねえ、これってこれまでに集めたアイテムと合体できるんじゃない？そうだな。どれどれ。お？お、アイテムの形が変わった。これって鍵だよね。またどこかのダンジョンで使うのかな。その大きい鍵で入れるダンジョンって結構強そうな敵がいそうだよね。
ええ、今までゲットした鍵と違うもんね。一度町に戻って準備を整えた方がいいかもしれないわ。そうだな、一度戻ろう。みんなもそれぞれ準備があると思うから一旦解散しようか。ログアウトしてやることがあるから明日集合でも大丈夫かしら。俺も片付けたい用事があるんだ。俺っちは賛成だ。攻略情報を整理したいしな。じゃあ一旦解散。明日やでやで。今残ったのはキリト君、リーファちゃんね。3人か。酒場のクエストくらいならできそうだけど、もう一度砂漠フィールドの探索に出るのもいいな。お兄ちゃん本当にゲーム大好きだよね。お仕事をさ、今はこういったものがありますよ。いつでも来てくださいね。姫？どこだ？